J2 リーグは残り2試合。13位ファジアーノ岡山はアウェーで8位の横浜 FC と対戦しました。昇格プレーオフの可能性を残す横浜 FC は前半34分、14番リバ選手のゴールで先制します。追うファジアーノは後半3分、30番豊川選手がネットを揺らすもオフサイドの判定。プレーオフの可能性はすでに消滅。負ければ連敗のファジアーノが意地を見せたのはアディショナルタイムでした。39番ディフェンダー篠原浩二郎選手が気迫で押し込み同点ゴール。このままでは終われないっていう気持ちが非常に強いので、なんとか1点返されてよかったです。試合は1対1の引き分け。ファジアーノは14位で明日の最終節福岡戦を迎えます。 CM の後は前キャプテン岩政大輝さんが大いに語ります。ファジアーノ岡山昨シーズンまでのキャプテン、 J1 昇格まであと一歩に近づいた男、岩政大輝さんが久しぶりに岡山にやってきました。ファジアーノ時代から書き始めたという初めての著書の PR が主な目的。そこでファジスタでは単独インタビューを敢行。今度ことファジアーノのこといろいろ聞きました。試合中とかもこれ本になるかなとかで考えながら試合してました。この戦い方はこれ使える。これ勝とう、これうまくいったらこれ書けるかなと思って練習中とかもその書き始めてからそんなこと考えたりしてましたね。でもまあファジアーノでの2年間っていうのはこう普通ではありえないことをやらせていただいた2年間だっていうお話もね、はい、してたと思うんですけど、僕がこういうことをしたいといえば、まあ、長澤監督もほぼ OK してくれるっていうか、もうそれはお前がやりたいようにやれっていうふうにやらせていただきましたんで、そんなこと普通やありえないというか、まあ、J1 ではありえないんですよ。あの世間の大企業と中小企業みたいなもんですよ。大企業では一人の意見でそんなに大きく変えれないんですけど。一選手以上の役割を任されたという2年間、最後のファン感ではこんなことを語っていました。2年間いろんなところで僕は人知れず泣きそうになって。具体的に言うとどんな時がありました？ちなみに教えていただければ。どうですかね、このクラブでは、まあ、社長もそうですし、哲さんも長澤監督もそうですし、まあ、サポーターの皆さんもそうですし、まあ、選手たちもそうですね、 100% 信頼してくれるんですよ。で僕に期待かけてくれて全て預けてくれるんですよ。そういうの感じるとき、いろんなところで感じさせてもらったので、そのためにそんな感じでやってましたね。じゃあですちょっとここで今年のファジアーノについてお聞きしたいんですけど、はい、ファンの方との、ね、SNS のやり取りで逆戻りしてしまったということを書かれてるんですけど、はい、ちょっとサッカー自体も昔に戻ったというかね、一生懸命とかね、愚直さとかね、そういうのをこう、やっていく、それは当然素晴らしいことで、それを見せていくのはファジのもうアイデンティティとしても積み上げてきたもので、これが素晴らしいんですけど、ベースを作ったんだけど、ここから何かを上乗せしていかないと、それは日本のトップにはなれないですよ。色が見えないですよ。ですからファジアの今年のサッカー見てて、ちょっとこう、他のチームと違う色があまり見えなかったなと、その点は少し逆戻りしたかなという気がしますよね。今後はやはり指導者の道へということになりますかね。どうでしょう。指導者に行くかどうかは決めてないですね。決めてないんですか、はい、僕はこうとにかく既存の枠組みの中で全てを捉えるつもりはないので、指導者なり解説なり、まあ今書いてるライターという仕事もそうですよね。ではファジアーノサポーターなら気になるこんな質問を。ファジアーノに監督として戻ってくる可能性はありますか？可能性はありますよ。ある。可能性はありますよ。ある。戻ってきたい。その時の状況によりますね。将来何やりたいって決めてないんですよ僕。本当に
その時じゃあ岩政さんがファジアーノで指揮取りたいなっていうチームだったら戻ってくる可能性ありますもんね。そうですそういうことです。あ、これやった方がいいと、これは俺にしか今できないっていうことであればそれをチョイスしますし、そのためにはとにかく自分がいくつもできないと、いろんなこと知らないとっていうところなので、もう僕は指導者しかできませんっていう人生は歩みたくないとは思っています。果たしてどんな道を歩むのか注目しています。今月はファジアーノ岡山のトートバッグを5人にプレゼントします。